皆さんこんこにちは今回からですね「異相空間入門」というシリーズも、ね、始めていきたいなというふうに思ってます。異相空間はやっぱり抽象的でいろいろな概念が出てくるので分かりづらいっていう人も多いかなというふうに思うんですけれども異相空間で出てくる重要ワードを一つ一つ一つ,つねテーマを絞って説明わかりやすくなるべく分かりやすく説明していけたらいいなというふうに考えていますね。 第1回目は、えー、回収号ですで。ここに主役と書いてありますように、位相空間においての主役ですね。もう第1回目で主役を扱ってしまいます。はい、さあ、まずはですね、まあえー、位相空間、分かりやすいというか、まあ、イメージしやすいところからお話してみましょう。一、えー、次元のユークリット空間、実数空間ですね。実数空間における回収号というのはどの,のようなものかと。はい、つまり、これですね、えー、ご存知の方も多いかと思うんですけども、 えー、A より大きくて B よりちっちゃいような、えー、X が作る全体の集合だからまあ「階区間」なんていうふうにね呼ばれてると思うんですけどこれが一次元のユークリッド空間実数,、えー、実数直線上における回集合の一つの例ですよね階区間で重要なのはですねこれイコールが入ってないってことですよね、えー 両端のイコールが入ってないだからこれ両端イコール含めてしまうとこの a と b を含んじゃうと、まあ、こんな記号で表されたりとかするんですけどこれはですね閉区間ということになって、まあ、この字からも分かるようにまあ閉集合というものになるんですね。集閉どう違う違 かとかそういうの話はまた閉、えー、集後のキーワードの時にやりたいなと思うんですけどつまり今回はですねこれはだから閉区間だから、まあ、回収後ではないということですよね。はい、でですね回区間、うん、このような形だけかっていうとですね例えば A で X があって A これもう回区間だから結晶 AX プラス無限大なんてね これも回収号逆に、えー、マイナス無限大から、えー、a というのもこれも回収号だしもうマイナス無限大から、まあ、無限大まで、まあ、全部ね全部含んじゃうよなんていうのもこれも回収号になります。で回収号がこういうに2つ3つ4つ5つててててこういうふうに回収号の <laughs> 和集合なんかとっても回集合っていうふうに言うしもしくは回集合の共通部分 A と B っていう回集合回集合、まあ、回駆間ですね一次元の場合回駆間があった時にその共通部分っていうものも、えー、回集合一次元における回集合というふうに言いますと、はい、これがまあ一次元ですよねじゃあ二次元以上の空間、えー、空間といってもユークリット空間ですけどもユークリット空間ではどのように 定義でできるのでしょうかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい。丸2。はい。N 次元のユークリッド空間。まあ、N は2乗としましょう。はい。えー、1次元においては、回区間。ね。こういう回区間。 もしくはそれの和集合だったり共通集合もしくは右とか左とかに開いててもつまりマイナス無限大っても両端が含まれてなければ回集合というふうに言いましたよまあそれらの和集合も共通集合もそうですねとじゃあ2次元以上の回集合はどういうふうに定義されるのかこれもちょっとねゆっくりと空間っていうことはイメージしやすいのでまあ2次元で考えてみますね2次元における例えば A2 次元における部分集合が 回収語オープンセットどういうものかって言ったらば例えばこんなのが回収号になるわけですよねつまりこの境界は含んでないですよとこの境界,境界は含んでない内部の集合全体があこれが A が回集合だっていう時の定義になるわけですよね この,この図ですね。もう図で、図でイメージしてくださいということですね。えー、境界含んでないと。これがだからまあ、二次元以上においての、えー、回収号の一つの例ですよね。だからこれも先ほどの例で言うと、うん、上えっ、ー、と、上の方に、これは無限大に行ってもいいわけですよね。境界をが含んで、入ってなければ、これも回収号ですね。これも回収号の例ですよね。 ちょっとこれだと必要十分みたいな感じになってくるんで、えー、これだと回集合ですよこれだと回集合ですよと。でもしくは先ほど言ったように A と B っていう境界を含まないだからつまり回集合同士の和であってもこれも回集合ですよと。でまあ今ええー、円みたいに書いてますけど必ずしもそういうわけじゃなくて、えー B でこういうのの共通部分もこれも回集合ですねというふうな感じですよね。だからまあちょっと、えー、2次元以上の場合境界が境界を含んでないと。うん、だから何か、えー、勝手な集合があった時に、えー2えー、と N 次元のユークリット空間の勝手な集合があった時にその境界部分を含まないようにしてあげれば回集合の出来上がりと。 いうことになりますさあ次です3番目、まあ、だん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 ね抽象、えー、化していきましょうさあ x が、えー、距離空間の時さあ抽象化されてきましたね x は集合だけども、えー、距離が定義された空間のこと、まあ、距離がある距離、えー、x 内の2の点に対して距離が定義できるような空間を距離空間っていいますね、まあ、距離空間の例はまあ 今上のねこれのねユークリッドの距離が入るいわゆる三平方の定理ピタゴラスの定理によって定義できるので n 次元のユークリッド空間はもう距離空間ですし、まあ、あの関数空間ねある種の性質を満たすようなかあの関数全体を考えるとそれも、えー、積分などを使ってノルムが作れるので、うん、な距離がね、えー、距離空間になりますということですね。 さあ、だから距離空間だからこの D っていうものが入りますね。この D っていうのは何かってらう2点において、えーえー、距離空間 X の2点においてその長さが定義できるわけですね。だから0以上の値を返すような D があるということで、まあこれが0になるときには、えー、自分自身 XXX ね。でまあ XX だったら0になるし、0になるときは XX というふうにね、えー、自分自身の距離を取った時ときといくなって、まああとはこれ X と Y。 入れ替えても xy と yx 入れ替えても値が同じとか三角不等式は満たすよみたいなね条件がありますけれども、えー、そういうような距離が定義できる空間のことを、えー、距離空間というふうに言いますさあ距離空間 A、まあ、n 次元ユークリット空間見ないときはこう,こうやってね視覚的にビジュアル的に境界を含まないんだよっていうような イメージができるんですけれども、ね、関数空間のような、うん、やっぱり若干抽象度が高まってくるわけですよねそのような時にはどのように回収号というものを定義したらいいのかはいさあ X の部分集合があってこれがまあオープンセット回収号だよっていう時にはどういうふうに定義するのかって言ったらば、えー、これの定義はですねえー、っとさあ2位の XA、えー、に対して ああるイプシロンが存在しますよさあどんなイプシロンなのかイプシロンというのは正の数ですね。でちょっとこの前に言うの忘れちゃったんですけども距離空間だったらばあるものが定義できるんですね。それは何かって言ったらば、えー、こ今ここ Q みたいに書いてますけども X、えー、イプシロンイプシロンボールボール Q みたいな、えー、円みたいなものが定義できると。で意味的にはまさしく円であり Q であるわけですね。 えー、x のイプシロンって書いたときに、うん x からの距離を取ったときに、ン以下になるような、えー、x の集合すべて集めてください。だから x を決めましたと。で、ンという値が決まってますと、そのイプシロンよりちっちゃくなるような距離のね、えー、全体を集めていきましょう。だからこれですよね。bx は。ちょっと今歪んじゃいましたけども、これだから円みたいな。 円みたいな、とか円の定義と同じですよね。だから距離空間だと円とか9っていうのが、まあちょっと次元はわからないですけれども、わからないので、まあちょっと円とか9って言い方になっちゃいますけれども、そういうものが存在するということですよね。で、このイプシロンっていうのは2の大きさです。うん、で、はい。回集号の定義。ちょっとこれがね、イプシロンボールっていうものを定義できたら、えー、回集号の定義ができますと。はい。 距離空間における部分集合が回集合オープンセットであるということの定義はどのようにするかって言ったらば xa の2の弦 x に対してあるイプシロンが存在しますよということですねどんなイプシロンですかって言ったらば b x イプンがンボールが a の中にすっぽりと入ってしまいますよということですよねどうでしょうかね これがまあ距離空間における回収号というわけですよね。まあ、なぜかって言ったらば、えーまあ、これもだからイメージすると分かりやすいんですけども、えー、回収号っていうのはまあこのユークリッド空間においてはなんかこう境界をね含んでないとそれをどういうふうに表現するのか,か例えば A の弦、えー、X っていうのは十分ちっちゃいイプシロンを考えたらこのイプシロンボールが えー、この A の中にすっぽりと収まってしまうよとそういうような弦全体だっていうことですよねだからこの例えば境界にね境界になんか α っていうのがあった時にじゃあこの境界 α でイプシロンボールを考えた時にこのイプシロンがどんなにちっちゃくなっても内部と外部、うん、もう完全に A に入んないような外部も含んじゃうんですよねこの境界だとねちょっと境界のところ もうう少しし具体的に聞きましょうかもう少しここが A の内部だとした時、まあ、A の内部というか集合の内部だとした時にここの α っていうところでイプシロンボールを考えるとイプシロン半径イプシロンということで外部もね絶対に境界だと境界に点を取ってしまうとうん内部に入んないんですねこの,この点々で囲まれたねとこに。 というわけで、えー、必ず、うん、A が回収合っていう時にはこの A の弦 A の2の弦に,に対して、えー、すっぽりと入るようなイプシロンボールが取れますよっていうことが、えー、境界を排除することになるわけなのでちゃんと、えー、距離空間においても、えー、このように定義できましたねということですね、はい。ということで距離空間まで、えー、話が進んできましたと。はい としたらばですね次いよいよ、えー、一般の、えー、空間に入っていくるわけですね一般の空間というか一般の集合においてどのように回収号を定義するのかというお話になってきますねはい X さあこれが、えー、集合ですよでこの時に回収号というものを定義したいんですけどもはいここにまあちょっと O ですね筆記体の O というものを定義しますとで X, 集 X は集合ですよ x っていうのは集合で x にこの O っていうものをねプラスさせる。O ってどういうものかって言ったらば、うん、x の、えー、部分集合部分集合が作る、えー、集合族ということですね。うん はい、OX の部分集合あるねある部分集合ある性質を満たすような部分集合を作る集合属というのが定義できた時に実は回集合というものが定義されるんですねはい、まあ、もうちょっと見てみると O っていうのがあって O の源 A っていうのは部分集合なんで A は X の中に含まれるような集合であるただしただしですね全ての部分集合っていう 部分集合ななわけじゃなくてある性質を満たすすようなものですねで次の3つの,3つの性質を満たすものを、えー、考えていきたいと思います。1つ目 T1、えー、空集合ですね空集合全体集合もこの中の、えー、中に入ってますよというのが1つですね。で t 2、はい、a ラムダっていうものが、えー、そういう字付けられてるまあちょっと数えたいんでそういう字付けちゃってますけども。 えー、A ラムダっていう集合だからラムダ、えー、A ラムダだからいっぱいあるわけですよね、えー、いっぱいあってこのラムダ添い字つけてるわけですけども <laughs> A ラムダが、えー、この部分集合属の中に入っていたとしたらばその、えー、ユニオンをっても共通部分をとってもそれは O の中に入りますよと T3 と。 えー、今度は A1 点点点、え、点、ー、点点点と AK 有限有限個ですね有限個の AK がおんながに入ってたとするならば、えー、共通集合を取ったときに K は1から、えー、K は1じゃあこれ K は1からがこう N にしましょう A1 点点 ANN 個のね、えー、部分集合族の元を取ったときに、えー、N までの 共通集合を通った時にはこれもまた音中に含まれますよと。はい、でこのような条件を満たすような x の部分集合属を考えてそれが存在するとなったらば x とこの部分集合属をセットにしてねまあセッ,トセットってあの集合と被っちゃったんですけども。 これはまあ集合って意味で x と o をセットにしてこの集合のセットとはちょっと違う意味なんですけどもでこの時にですねこの時 x は o によって位相づけられたとかね位相が入ったなとというふうに言います。 a のことをこれをですね a, a のごめんなさいこの AO の元 A のことを回収号というふうに言いますね、はい、まあえっ、ー、と一次元のユークリット空間ユークリット空間距離空間の場合は個別にね、えー、回収号っていうのを考えたんですけどももう抽象的な一般 的な集合においてはですねもうこのような回集合の、うん、作る回集合が作る集合っていうものをもう規定して回集合自体を定義してあげるということになっています。でこれがだから一番抽象的な集合の定義でですねでこの回集合をね今頑張っていろいろ定義してきたわけですけれどもこれができると何がいいかっていうとですね回集合が定義された集合上の写像 に対してこの F が連続であるよとかねそういうことが定義できるわけですよねうんもしくは内部でですね極限などと、うん、集合内で抽象的な集合内だけどもその点列の極限とか収束するなんていう概念も、えー、きっちりこの回収合によって定義することができるというわけですねまあその話はまた次回以降にしていきたいしていきたいと思います、えー、聞いていただきましてありがとうございました